備中神代駅は岡山県新見市西方和座昌平にある西日本旅客鉄道の駅である。当駅の所属線である白尾線と当駅を起点とする警備線が乗り入れている。警備線は全列車が白尾線を通して新見駅まで乗り入れる。新見駅当駅間の途中にある布原駅には白尾線の列車は停車せず、警備線の列車のみ停車する。 校内短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。互いのホームは湖泉橋で連絡している。トイレは駅舎内に設置されている。二つのホームに挟まれた二線が、白尾線、一番駅舎から遠い一線が芸備線のホームとなっており、白尾線両方向の列車同士、もしくは白尾線と警備線の列車同士の交換が、 可能である。白尾線は2番乗り場を上下本線とした一線スルーとなっているが、停車列車は基本的に駅舎側の1番乗り場に停車する。2007年7月1日訂正ダイヤでは当駅での白尾線停車列車同士の行き違いがなく、2番乗り場は特急が通過するのみとなっていたが、2008年3月のダイヤ改正で当駅での停車列車同士の行き違いが、 復活し2番乗り場への列車停車が設定された。新見駅管理の無人駅である。かつては木造駅舎があったが、2001年1月中旬に解体された。旧駅舎の改札口があった付近に、同年2月末に待合室が設置されるとともに、旧駅舎の玄関付近の門構えが設置されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。 ありがとうございます。